はい、どうもらいです。今回ですね、こちらの親父と弟星9の方に挑戦していこうと思います。で、まぁ、今回なんですけど、今回もう動画を出すつもりはなかったんですが、まぁ、完全攻略のね、動画を出した時に、まぁ、ちょっと船長の方がいないと、まぁ、歌とか、まぁ、シャンクス、ヤマタンです、まぁ、これ辺の船長がいないですよと、まあ、なのでもっと、簡単なね、船長で攻略してほしいですっていう意見をいただきましたので、まあ、今回ちょっとね、歌を配布の歌ですね、歌の方を使わせていただきまして、まあ、やっていこうかなと思っております。まあ、一応ね、進化超進化前の歌を使ってますけど、超進化後の歌を使っていても問題ないです。まあですが、超進化後であれば、あのお宝がね一つ、まあ、もらえなくなってしまうっていうのがありますので、うん、できる限り超進化前の歌を使うといいかなと思っております。まあ、ということでね、早速やっていきましょう。まあ、船長は歌で、フレンド船長には、戦国とで、船員の方には、クロコダイル、イワンコフ、チョッパー、ルフィ&白ひげという感じで言っていますですかね。うん、まあ比較的配布で配られているようなキャラっていう感じなので、まあ組みやすいかなと思っております。まああとはタップでいきましょうか。まあ第3バトルから、ギミックが効きますので、第1バトル第2バトルは膝短縮という時間にしていただいて構わないですかね。で、まあ第3回ではフリスロット変換、船長効果無効5ターンで、ダメージ軽減が2ターンという感じで、まあ付与されますよということで、船長効果無効に関しましては3ターンは能力解放の方で解除されまして、2ターンはね、サポートの方で解除しています。で、まあサポートの内容はね最後に伝えますので、まあそちらをご覧ください。で、ダメージ軽減2ターン来てますので、こちらのイワンコフの方を使いまして、ダメージ軽減解除しつつ、フリースロットを実ロットに変換、そして攻撃力アップっていう感じですね。うん、で次なんですけど、次がマルコ・ジンベイが来るんですね。第4回が、まあ、マルコ・ジンベイ来ますので、まあ力属性か、即属性になるということで、ウタとクロコダイルは残しつつ、まあ他の4体で今回、倒していこうかなと思っております。まあ、なのでそうですね、こういきますか。タップしていきますね。まあこの4体で倒せるようにしておいてください。よいしょ。まあまあまあこれぐらいの火力で倒せるかなと。まあちょっとパーフェクト逃すと、火力足りなくなってしまいますので、パーフェクト取りつつっていう感じですね。で、まあ第4回では必殺富士5ターン、そして火傷が5ターンっていう感じですね。で、撃破時に下段と船長入れ替え3ターン来ますので、まあそれはね、チョッパーかルフィ&白ひげになりますので、まあどちらともね一味の火力を上げてくれるキャラになってますので、まあどちらがね船長になっても大丈夫かなと思っております。で、まあチョッパーの必殺使いまして、火傷と、必殺封じの方を5ターン解除していきます。で、次にルフィ&白ひげの方を使いまして、攻撃力と、スロット影響を上げるという感じですかね。うん、で、クロコダイルの必殺使いまして、船長が打突か白式タイプであれば、チェーンケースを、初期値 2.0 にできますので、まあ、これで火力を上げていきましょうという感じですかね。で、まあここクロコダイルなんですけど、スモーカーであれば、戦国のね、超過も使えますので、スモーカーの方が火力出しやすいかなと思っております。まあということでタップしていきますかね。まあそうですね、最後がクロコダイルであれば多分火力的には問題ないかなと思っております。ということでタップしていきましょう。ちょっとよいしょよいしょよいしょ。まあクロコダイル使うまででもないっていう感じですねクロコダイル使わなくてもだいぶ火力出ましたね。で、まあ下段なんですけど、まあチョッパーになってもいいですし、まあルフィ&白ひげになってもいいように編成組んでいますので、まあ大丈夫かなと思っております。で、まあここでは、技属性か地属性に変換、そして防御アップが5ターンと、で船長と同じ属性が封じ8ターン来ますよということで、まあ、3ターンは能力解放で解除されてますよと。で、1ターンはこちらのカラスの方でサポートで解除してます。
で、ウタの必殺使いまして、封じを1ターン回あ2ターン解除ですね。で、もう1回使うことで、2ターン解除、4ターン解除することができますので、これで封じ剥がすことができますよと。で、2回使えた理由なんですけど、必殺二重発動っていう潜在能力がありまして、まあ、それはね、必殺は打ちますと、もう1回人を打てるようになるっていう潜在能力になってますので、まあ、それを星5まで強化して使ってみてください。で、まあ、最後に戦国の必殺使いまして、まあ、今回、地属性なので、まあ、戦国に火力を上げる感じでいいかなと。うん。これが技属性であれば、ルフィ&白ひげの方に、火力を、エンハンスをかけれるようにしておいてください。で、まあ、あとはタップで削っていけば問題なく勝てるかなと。まあ、最後を戦国にすれば十分火力出ると思いますので、まあ、そんな感じですかね。まあ、火力的には問題なく出ますので、グレートでもパーフェクトでも適当に取っていれば勝てるかなと思っております。まあ、ということでこんな感じで攻略できますので、皆さんも試してみてください。はい、ということで、こんな感じの編成で攻略してみました。まあ、船長に歌を持ってきた理由なんですけど、まあ、誰でも今ね、歌ゲットできますので、まあ、それで歌を持ってきたっていう感じですかね。まあ、比較的、まあ、ゲットしやすいキャラになってますかね。まあ、他のキャラも配布のキャラになってますので、まあ、結構皆さん持っているのではないかなと。まあ、サポーターに2体ほど使わせていただいたんですけど、まあ、十分組みやすいかなと思っております。まあ、最後にね、代用の方を紹介していくんですが、まあ、一応こちらのクロコダイルなんですけど、クロコダイルは、スモーカーですね。スモーカーがいれば問題ないかなと思っております。まあ、こちらですね。こちらのスモーカーを連れていけば問題ないかなと。で、まあ、スモーカーに関しましては、スモーカーを入れていると、戦国のね、超過を使えるようになりますので、スモーカーの方が火力出しやすいかなという感じですかね。まあ、でもクロコダイルでも十分火力出ますので、うん。で、まあ、クロコダイルに関しましては、闘技場で、配布で配られてますので、ぜひともゲットしてみてください。で、まあ、ルフィ&白ひげに関しましては、今のね、そのやっていたイベントでゲットできますので、皆さん、しっかりゲットしておいてください。で、イワンコフに関しましては、まあ、こちらなんですけど、こちらも絆決戦の方で、交換所でゲットできますので、こちらをゲットしておいてください。まあ、もしね、もし絆決戦のあのポイントを使いたくないよと、絆の、力みたいなのを使いたくないよって場合は一応います。一応ビスタがいます。ビスタです。ビスタを連れて行ってください。こちらで十分、代用できるかなと思っております。うん。まあ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 、こちらの方が火力出しやすいですかね。スロット影響と属性相性の影響を上げることができますので、こちらの方が火力出しやすいかなと、っていう感じですかね。まあ、ダメージ減を解除してくれますので、まあ、ビスタ全然代用できるかなと。で、まあ、チョッパーに関しましては、こちらは必殺封じをね、解除しないといけないっていう、まあ、ギミックっていうかね、それになってますので、まあ、一応代用としては、ゴードンですね。ゴードン。ゴードンで、一応代用はできます。ゴードンでも全然代用はできるんですけど、やけどが解除されないっていう、まあ、デメリットがありますので、まあ、そうなるとちょっとね、パーフェクト取りづらくなってしまいますので、まあ、ちょっと難しいかなっていう感じですかね。まあ、でも基礎攻撃力上げてくれるので、火力も多少は上がるのかなという感じになってますので、まあ、ゴードンで、とりあえず、代用してみてください。次にね、サポートキャラの、代用なんですけど、まあ、こちらはですね、戦場効果もこう2ターン剥がさないといけないという、ものになってますので、まあ、レイリー、もしくは、こちらの、サンジとかですね、サンジで、解除することができるのではないかなと思ってますかね。まあ、あとは、まあ、あとはちょっと使えないっていう感じですかね。まあ、あとは、封じですか。封じの方なんですけど、封じであればチョッパーの方で、こちらですね、猫マムシの方で、解除できますので、まあ、猫マムシ持ってるよって方は代用してみてください。まあ、という感じで、まあ、サポートの代用もいますので、まあ、そちらをぜひ試してやってみてください。まあ、ということで、今回は組みやすい編成ということで、まあ、配布の歌を船長にして、編成を組んでみたんですが、まあそうですね、今回に関しましてはガチャゲンのキャラを持ってないよっていう方はぜひとも参考にしてみてください。まあお宝の方も最大で8個落ちますので、まあかなり周回、しやすいのかなと
思っております。まあ、一つだけ言うとね、サポートキャラがちょっといなかったらきついかなっていうところではあるんですけど、まあ、サポートさえいれば十分、周回しやすい編成になってますので、ぜひとも試してみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。